はい、ありがとうございます。頑張ります。これ難易度高いですね。イカも応援してるよ、はい、やったことないんですけど、あ、じゃあマイクをちょっとお預かり。あ、そうですね、マイクはこちらでもお預かりしましょう。大丈夫ですか、はい、では当地さんに渡していただきまして、早速なんですが杉山さんにチャレンジしていただきたいと思います。頑張って、頑張れ杉様、杉様。それでは準備はよろしいでしょうか。お願いします。おお、杉様マイクをぜひ。すごい、すげえ、やったー、やろう、ブラックが上がった、やりました、すごい、ありがとうございます。すごい、いや、できると思って。いや、こういう時になんかめでたいことが起きた時にあの服すっごい似合いますね、菅上さん。いや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 、めでたい、うちの杉様やりますよ、俺。あの人隠し芸大会みたいけど大丈夫？見たか、俺たちの力ということで、死神チーム900ポイント獲得。すげえ。さあ、これで天真爛漫チーム成功しない限り優勝はなくなりました。そうですね、早くも。やばい、天真爛漫チームがボンクラのように見えてきましたね。ボンクラ、何にもやってないくせに。なんか勝ったもん勝ちだよ。だって普通のクイズ番組じゃこの点数差はありえないもの。では続いていきましょう。続いてはですね、インドチーム、はい、2人のうちどちら出てきていただけますでしょうか。僕はまあ、ね、国際フォーラムで1回やって失敗してるんで、フロシンドスに行っていただきたいですよ。はい、じゃあ相馬行きます。えいよっ。これでもさっきリハやったんだけど、誰一人として成功しなかったんですね。そうだよね。それを杉山さんが成功させちゃったから一発できましたね、杉山さん。さあ続いては、ハードルがぐいぐい上がってます。チャレンジしていただきましょ う, そうイメージ通り。あ、いいですね、シミュレーション大事だ。いいですね。あ、下に行くパターンね。さあ、よエア引き抜きも終わりまして、チャレンジしていただきたいと思います。お願いします。惜しい、本当に惜しい。惜しい、あしょうがない、しょうがない。ナイフだけ持たない、しまいなさい、ナイフは早く。ナイフは遊ぶものじゃないよ。しょうがない、しょうがない、しまいなさい、ナイフは。この子供から取り上げろ。いや、でも惜しかった、惜しかった。俺だったよ、俺全部落としたんだよ。いや、ほら、お客さん危ないからさ、今回。紳士、紳士。やめてくれよ、やめてくれよ。よせよ。あ、でも残念ながらインドチーム、ここはポイント獲得なりませんでした。俺の中では900点。ありがとうございます。俺の中では900点。さあ、そして続いては使用人チームでございますが。はい、ですが、はい、小野くんで、え。お、早っ、早っ。テーブルマナーといえば小野くんで、そうですね、まあでも、いや、リハの時にですね、はい、トーチさんが前回成功しているという話になりましてですね、はい、トーチさんが良いのではないかという話になりましたが、はい、トーチさんは応援するのも得意だと、はい、そうです。非常に得意だと、はいはい、なのでですね、ここは私、ファントムハイブ家の執事、お願いします、やらせていただきたいと思います。じゃあマイクは、はい、はい、それは、はい、なんとなく移動させたい。さすが、ダメです、さすが本職みたいな感じ。いや、いいんじゃないですか、ちょっとぐらいは移動させても。危ない、危ないな、出た、あいつ卑怯だぞ。いや、これあいつ失敗したらどうする気なんだろうな。失敗したら声優引退だな。そうだね、実家を継ぎな。頑張れ。そりゃその位置ではカメラさんは撮りやすいけれども、ダメだよ、そんな位置は。戻した、戻した。さあ、戻しました。はい。やっぱり、公式ルール。男らしい。はい、公式ルールでやっていただきましょう。それでは、小野さん。お、片手だ。片手が出ました。お願いします。やっぱり両手。いや、ああ惜しい。実家継がないとね。そうだね、惜しい、仕方ないね、仕方ないね。お疲れ様。何でもかっこよかったよって甘やかさないように。そう、惜しかった。小野さん、結構へこみますね。一応お伺いするだけお伺いしたいんですけども、ご実家の家業は何をやっていらっしゃるんですか。家具屋です。家具屋さん、
小野家具です。小野家具全国発送を行っておりません。おりませんではどうしてもという顧客になりたい方はお引越しになるところから考えていただきたいと思います。お願いします。さあそれではですね、残念ながらポイント獲得ならなかった使用人チームに続きまして、今度は裏切りチームよっ、じゃんけんで、じゃんけんぽい、あいこでし、伊野くんが伊野さんがどっちかっても意味ないみたいな。そうだよじゃあ頑張ります。さあ伊野さんが席を立たれまして、さあ遊佐さん、これ日野さんが引き抜いてらっしゃるところ見たことありますか？見たような気がします。すごくいい加減な記憶で答えていただきましたありがとうございますでは参りましょう。お願いします。チーム900ポイント獲得。前回もやらせていただいたんで、なんとなくコツは。お、すごい。そのちゃんと技術を次に生かして。でもリハで失敗しましたけど。今うちトップじゃないですか。そういうことです。今トップです。さあ、ということで残念ながら新神チームの優勝がここでなくなりまして、優勝は天真爛漫チームが成功するかしないかにかかってまいりました。では天真爛漫チームでございます。俺やだ。俺も嫌ですよ。俺嫌だ。この流れでやるの超嫌だ。歌詞行けよ。いや。歌詞やれって。じゃんけんって。嫌だ。だって、お前前回エンディングしか出てないんだから。そうですけど。見せ場ここ。頑張っていこう。よし。頑張って。じゃあ、やらせていただきます。出ました、カズさん。よし。俺応援するから。さあ応援するからといって席を鈴木さんが立たれました。応援ってどうするんですか？